ユーベルのことを今殺しといた方がいい。っていうビアベル表はどのくらい正しいんだろう。最新話まで見る限り割とちゃんと任務もこなすして当たり次第人切り殺すタイプでもなさそうなんだけど、それともこれからやらかすのかな。強くなるほど常識学んじゃう気がするんだよな。初期が一番やばいだけ。むしろ強くなるほど危険度増すタイプでしょう。共感してもその能力をまず戦闘に生かすようなキャラだぞ。殺しの覚悟を固める時間で共感したのに自分が使うときはそんな覚悟全くないんだから、共感イコール常識を学べるとはならんわな。でも常識知ったユーベルってなんか弱そう。イカれ具合がなくなるからか。常識知った上であの精神性だからヤバいって話では、みんな難しいこと常識考えすぎ、髪は切れるものでしょってのがユーベルだと思ってるんだけど。ゼーリエ票、まあ大丈夫じゃろ、合格。ビアベル票、いつ爆破するかわからないやつなんていないに越したことないわ。ゼーリエが直感で一級にした方がいいと判断するのだから殺さなくて正解でしょう。実際試験後は別に暴れたりしてないみたいだし、いないと原作最新話の任務に大きく支障が出る可能性がある。ゼーリエは別に倫理観なんか求めちゃいない。ゼーリエが一級にすると決めたからって殺しといた方がいいとは何の関係もない。ビアベルは魔族と戦って人々を守るのが使命だから、そういう視点なら殺人に躊躇のないユーベルは殺した方がいいってことじゃね。この時点だと殺し合いに身を置いてる死にたがりだから、そりゃいっそ殺した方がいい子ではあるよ。今は別のものに生きがいを見出してるから、そこまで脅威じゃないと思う。前線で命を張り続けてるビアベルだから、予防とかもしもって基準は他よりシビアなのはあるだろう。ただ殺人への抵抗のなさと魔法の堅能さは危険を想起させるに十分すぎる。今となってはこの評価間違ってると思うけど、くしくもこの評価が覆る理由はビアベルに共感したことな気がする。まず殺人行為に対して何の躊躇も罪悪感も抱かないって時点で、一般人基準で言ったら十分に共存ぶりの異常者なんです。百歩譲って魔法使い、戦闘職として見ても好戦的すぎてちょっとね。最新話でもラントが止めたから未遂に終わっただけで、敵地のど真ん中で敵国の魔法使い部隊とドンパチやらかそうとした女ぞ。対極感を持つゼーリエから見れば結果的に人類のためになる人材かもしれないけど、平穏に生きる人々の生活を守るために戦ってるビアベルからしてみればマーカン化できない存在だよね。最新話でも止めたのがメガネ君以外だと即戦闘に移ってたと思うよ。今は興味の対象がメガネ君、殺し合いになってて他人を見捨てられないメガネ君の性分がいい感じでユーベルのストッパーになってるから、あまり危険度は高くない。逆に単独だったり他のやつとペア組ませたらビアベル票が正しくなってきそう。ゲナンにも血生臭い任務がお似合いだみたいなこと言われてたしな。ビアベルは別に間違ってない。良くも悪くもユーベルが変わるきっかけはラント次第だと思う。これに関してはビアベルの直感じゃなくて、ラントとペア組ませたゼーリエの直感を信じろとしか言えないな。たまにユーベルが裏切ったり共感した後にラントを殺すみたいな考察あるけど、それはビアベルの直感に偏りすぎな考えだと思うんだ。ゼーリエが本当にユーベルを危険視してるなら、同じ大切な弟子のラントとペア組ませたりしないと思ってるわ。弟子大好きエルフがよりによって弟子殺したやつと誰かを組ませるの、なかなか冒険に出たよな。いや、一応ラントのことを考えて無理に誘わなくていいって言ってたけどさ、よっぽどラントとユーベルの相性に期待してなきゃできない判断だよこれ。これが真理だな。現状ビアベルが間違ってるとは思わないけど、それ以上にゼーリエの直感を信じるしかない。ラントはユーベルにとって人生を変える出会いそのものだと思うし、メガネ君がユーベルのストッパーとして良すぎるのがいけない。過去も一級試験受けた理由も何もわからないのが怖い。裏切り説、共感したら殺す説とかいろいろあるけど、ビアベル票が正しければどれもあり得るんだよね。潜入捜査中に判断の歪みでやらかしちゃう可能性はゼロじゃない気がしたけど、どうなんだろうか。なんなら上でも言われてるけど、ラントがいなかったらすでに格上の敵部隊と戦う気満々だったから、だいぶやばい。根っこが子供のままなんだなって印象。やっていいことと悪いことは知識として知ってるけど、それに共感できないから、いざという時にブレーキ踏めないし、引いても罪悪感がない。子供というか魔族寄りのメンタルなんでは。でもラントを理解した時がユーベルかラントの死亡フラグっぽくて、一般人を守る立場にあるビアベルからしたら殺しを楽しむ異常者は消した方がいいけど、上司のゼーリエからしたらまた別の見方があるんだろうな。みんなビアベルの職業を忘れすぎ。なんかうまいこと噛み合って、今はなんとか普通側としても過ごせてるけど、ちょっとでも歯車が狂えばビアベルの懸念は事実になるんだろう。そしてそんな運任せに祈るくらいなら、ここでいなくなった方がいいってのはビアベルの立場からしたら当然かな。実際に殺した盗賊や布の人のことばかり話題になるけど、
ディアベルの目を狙った剣や本人の思考で行動する複製体ガラントのゴーレムを奪い取った方が気になる。殺し合いを発生させて楽しんでると見られる行動が、自身の経験から殺しを楽しむ変態の行動と類似していたからディアベルは危惧してる。ただメタ的にはこの子は魔族ではない人間で、いわゆる飼われる側だと思う。共感した、またはしようとした。相手がビアベルとカラントとか善人側だからよかったけど、悪人ばかり共感していったらやばかったんじゃない。恋を知ったらいいんだよ。今殺しておいた方がいい。というのはあの時点では正しい。ビアベルに共感し人を殺すための猶予が欲しいと思っている今は正しくない。それ楽しむためでは結果が一緒なだけで思想は全然違うよね。ゼーリエも言葉すら交わさず合格出した時点でこいつどうしようもねえって感じあるんだよな。ユーベルは精神性そのものが魔法の天秤で、丸くしてしまうとそれが失われかねないって心配もありそう。ちゃんとキャラ出し始めたのがディアベルに共感して殺人までの猶予時間を欲しがり始めたユーベルなのを忘れてはならない。市井の生活を守る隊長としては不発弾みたいな存在、警戒して奥に越したことはないよね。殺しを楽しむの部分が変わったかどうかだよ。ビアベルにとってはそこが変わってないなら共感とかは二の次三の次。ユーベルがビアベルの経験則を変える最初の一人になれるかは未知数。ビアベル票とゼーリエ票ってどっちかを立てたらもう一方が潰れるって関係じゃなくて、一般人としてはダメだけど一級魔法使いとしては問題ないっていうのをそれぞれの視点から評価したものだと思ってる。神視点だとビアベルの考えに共感して変わり出してるユーベルだけど、ビアベル視点だと一次試験での殺人を楽しむイカレ女という票から変わってないから殺しといた方がいい判定はやむなしというか。殺しを楽しむ変態は味方にいても敵にいてもアウトだろうからな。ゼーリエは一級に足る実力があるなら一級にするってだけで後々のこととかは考えてない気もするな。それはそれとして自分はユーベルがゼーリエ暗殺の資格説を推したい。人間社会でやってける程度のサイコパス。ビアベルに共感しても変わってないよな。共感もまだ複製体としか戦ってないから何とも言えないけど、結局根底では戦いを楽しむキャラに見える。それ見越して殺した方がいいって言ったんじゃないかな。イレギュラーは当然ナントの存在、殺し合いより優先順位が高いやつが現れるとはビアベルも全く考えてなかっただろう。ゼーリエが認めたのは優秀な魔法使いになるというだけで人格面は関係ないのでは。そもそも一級試験自体、優秀な魔法使い見つけるためには人が死ぬのを許容してるし、人格度外視してるなら弟子殺したやつと弟子を組ませるなってなるけど、マーラントは良くも悪くも例外なんだろうな。クラフト、俺の評価を忘れてないか。ユーベルのやったこと、どんな魔法で攻撃してもいいと言ってきた一級魔法使いに思いっきり攻撃したら死にました。盗賊を返り討ちにしました。試験の時に突然襲ってきた犬蹴ってそうな人に反撃しました。現状何一つ悪いことはしてない。なんとストーカー被害に遭ってるんだが、分身体に人権はないからセーフ。ぶっちゃけビアベルとクラフトの二大聖人と言ってもいい二人がこんだけ目押ししてるんだから絶対なんかやらかすと思ってる。